九州地方に位置する日本の日向宮崎県。人口約107万人、自然豊かな景観と弥生橋によってつながれている小さな青島やサーファーが多く訪れる海が魅力的です。そんな宮崎県宮崎市にあるショッピングモール宮古シティにてワクセル主催の e スポーツイベントユニバーサル e スポーツ体験会が開催されました。ワクセル総合プロデューサーの住谷とともにイベントを盛り上げてくださったのは日本 e スポーツ連合公認のプロゲーマーである元気森田さん。イベントでは e スポーツで社会をボーダレスにをテーマに障害スポーツプロゲーマーチーム X 所属のリリッケ選手やプロ車椅子ランナーの広道純さんとのエキシビションマッチが行われました。またスペシャルゲストとして登場したのは3代目 JSOULBROTHERS from EXILE TRIBE のエディさん。来場者との熱い戦いも繰り広げられました。宮崎を拠点とするサッカーチームテゲバジャーロ宮崎の選手の方々も参戦し e スポーツを体験、ゲームを通じて来場者とも交流されました。今回のイベントでは来場者との交流で宮崎県の方々の温かさと e スポーツには垣根なく誰もが楽しめるということが伝わるイベントになったのではないでしょうか。今後ワクセルとしても人と人、企業と企業をつなげてコラボレートを通じて社会貢献していきます。